三平。深夜一時、六畳一間のボロアパートで元気にしこっていると、突然チャイムが鳴った。こんな時間にチャイムを鳴らすなんてろくなやつじゃないぞ。そう思って恐る恐る玄関のドアを開けると、そこに立っていたのは、俺の母親と高畑敦子。全裸の俺を見た高畑は、母親に向かって、ほら裸じゃないか。うちのマンションから丸見えなんだよ。あんたの息子はね、カーテンも引かずにしこる無神経男なんだよ。と激高し、一方の母親は、すいません、すいません、お恥ずかしい限りですと平謝り、そんな悲惨な光景を目の当たりにしながら、こいつら一体どういう関係なんだろう、友達かなと思いたいってなんだ。キュンとしねえだろ。めっちゃシュンとするだろ。一番シュンとするやつだから。怖いですね。ダメだよ。いや、今日すげえ面白い。もう一個エンジンやっとくか。もう。アナルのシワが気になる、気になる、気になる。インキンタムシも気になる。サンデーナイトドリーマー。